くら挫折してもいくら立ち止まったとしても、僕はやっぱり自分の中で描くヒーローになりたくて、いつも自分の曲でありながら自分の背中を押してくれる曲になりました。皆さんも夢があったら、ぜひ皆さんなりのヒーローを目指して僕と一緒に歩いていただけたらと思います。聴いてください。最後の曲です、ヒーロー。
抜け出すことが怖かった強い向かい風に咳き込んでは泣いたでも僕は決めた飛ぶのさ自分だけの空を一度だけの今を山田隆美でした。一日最後まで楽しんでいただきたいと思います。